こんばんは、ケンゾーです。いつも動画ご視聴いただき本当にありがとうございます。本日はですね、以前 DAO メーカーの方で IDO が行われまして、大注目をですね集めたザナなんですが、いよいよですね NFT カードゲーム NFT デュアルのですねプレイ方法が判明しましたので、徹底解説をしていきたいと思います。この動画をですね最後までご覧いただければ、リリース前にプレイ方法を理解することができまして、スタートダッシュ、いわゆるですね先行者利益獲得に確実にですねつながってくると思いますので、絶対にですね最後まで見るようにしていただければと思います。昨日からですねイモータルキャット第3弾プレセールのパブリックラウンドがですね開催されておりまして、 2000USDT 以上で NFT を獲得できましたっていう連絡をですね予想以上にいただけて本当に嬉しかったです。このプレセール自体は8日までとなっておりますので、まだまだ参加することができます。何かですねご不明点がある方はですね概要欄のこちらに僕の LINE がありますので、お気軽にメッセージをいただけたらと思います。今後もですね今回のザナのようにトレンドの最新情報をですねいち早くあなたにお伝えさせていただきますので、今のうちにですねポチッとチャンネル登録とドドンと高評価ボタンをお願いいたします。ベルマークもですねオンにしていただけると、よりタイムリーに情報を獲得することができるかと思います。早速ですね本編に入っていきたいと思います。まずはですねザナをご存じない方のために、簡単にですね詳しく解説していきたいと思います。ちょっと前の話をしますと、 IDO 前にもかかわらずですねウルトラマン NFT が1日で15倍をですねつけたことがあったりとか、世界第1位の IDO プラットフォームである DAO メーカーで IDO が行われまして、そこでですねご存知の方も多いかと思いますが、大注目されていたステップアップを抜いてですね IDO で集めた資金が第1位となったことはですねかなり記憶に新しいかなと思います。これですね普通にめちゃめちゃすごいですよね。普通に考えたら1位になるなんてことはですねできないかと思います。これはですね日本をはじめ世界中の人たちからかなりのですね注目を集めているからだと思います。ザナはですねノーボーダーズというチームが設立したプロジェクトになっておりまして、ザナリアという NFT マーケットプレイスもあります。そこではですね以前話題となったウルトラマン NFT をはじめ、鉄腕アトム NFT、 ニワトリファイター NFT など人気のですね NFT が多数存在しております。ザナリアのですね URL は概要欄に記載しておきますので、気になった方がいらっしゃいましたらご確認いただければと思います。このザナリアにリストアップされている NFT を使用して、これからお話ししていく NFT デュアルをですねしていくことができるようになってきます。ここでですね一旦流れをつかむためにロードマップを見ていきたいと思います。現在はですね NFT デュアルのアルファ1のローンチがというところで、この辺りかと思います。今後はですねザナのランドのセールも控えておりまして、ザナチェーンのテストネットもローンチしてくるというところで、独自のチェーンをですね作成していくというところになりますので、かなりですね大規模なプロジェクトであると言えるかと思います。早速ですね今回の NFT デュアルについてお話ししていきたいと思います。こちらがですねホワイトペーパーになるんですが、 NFT デュアルとはですね世界的に有名な、例えばですねここにはポケモンやマジックなどをですね NFT トレーディングカードゲームができるというところです。なんかですねめちゃめちゃ楽しそうな感じがしますよね。このですねデュアルカードをですね獲得する方法なのですが、4つありまして、1つ目はですねザナリアなどで購入する方法、2つ目はですね他のユーザーと売買取引を行う方法、3つ目はですね特別なイベントで勝利することによって獲得する方法、4つ目はですねカード同士を合成ミントさせて獲得していく方法のですね以上4つがあります。今後ですねイベントなどもあるようで、かなりですね獲得チャンス自体は多いんではないかなという印象があります。先ほども少し触れたザナリアなんですが、ザナリアはですねザナメタバースとこの NFT デュアルをですね NFT デュアルのための NFT マーケットプレイスになっております。ザナリアで購入する場合はデュアルカードを見ることができたり、独自でですね作成したデュアルカードを今後リストアップすることができるようになってくるというところです。実際のバトル方法になってくるんですが、ゲームの開始時にですね5枚のカードがデッキから自動的に引き出されるというところで、こちらのデッキになるんですが、こんな感じでですねプレイヤーが戦略に応じてデッキを作成することができるようになってくるというところです。あとはですね僕たちが昔遊んでいたようなカードゲームかと思います。各プレイヤーはですね1ターンごと30秒の時間がありまして、カードをですね実際にドローしていきます。この際にですねデッキにカードがなくカードが引けない場合はですねバトルに負けてしまうようです。ここからはですねマナゾーンというカードを貯めていける場所があるのですが、ある一定枚数をマナゾーンでカードを貯めれば実際にですねバトルゾーンに出していけるというのは、なんだかですねデュエルマスターズと一緒な感じがしますよね。これだけでもですねめちゃくちゃ楽しそうです。
ここで漢字になってくるのがプレイトゥアーンということになりますから、そこはどうなんだというところなんですが、この NFT デュアルではですね、ゲーム内通貨のデュアルトークンというものを獲得することができるようです。まだですね、アルファ版のリリース前というところで実際に獲得できる金額などはですね、わからないんですが、このデュアルトークンではですね、ゲームアイテムだったりとかマップ、スキンなどをデュアルトークンを使用することによって獲得することができるみたいです。このですね、めちゃくちゃいいなと個人的に思う点なんですが、それはですね、 Apple Store と Google Play でも利用ができてくるというところです。つまりはですね、クレジットカード払いで直接このデュアルトークンを購入することができるようになってくるので、トークンをですね、スワップしたりする手間が省けてきます。これによってですね、かなりの人が参加しやすくなるんではないかなと思っております。ただでさえザナ自体がですね、注目されておりますし、クレカ払いも今後できるようになってきますので、本当にですね、利用しやすいんではないかなと思います。 NFT デュアルをすることによって獲得できるトークンは大きく2つの方法があります。リーグ報酬とデイリークエストリワードとなっております。まだですね、実際のアルファ版等はですね、リリースされてはいないのですが、リリースされた時にスムーズに始めていけるようにですね、始め方を簡単にご説明していきたいと思います。このですね、 NFT デュアルを起動した後にこちらのサインアップをですね、押していきます。そうしましたら、電話番号またはですね、メールアドレスでログインするかを選んでいきます。こっちがですね、E メールの場合で、こっちが電話番号の場合ですね。それぞれですね、登録したアドレスや電話番号宛てにですね、コードが届きますので、こちらで実際に入力をしていきます。で、最後にですね、ご自身の名前をですね、こちらに入力したら、サインアップはですね、登録は完了しております。はい、今回はですね、こんな感じで簡単な概要をですね、お話ししていきました。またですね、アルファ版のリリース情報がありましたら、すぐですね、今回のように動画にて配信させていただきますので、今のうちにですね、チャンネル登録の方をお願いいたします。さらにですね、何かご質問がありましたら、概要欄に僕の LINE がありますので、お気軽にメッセージをいただければと思います。今回の動画はですね、以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。